もうちょっと行くかんじゃ、久しぶりにね。さっきのハイキングの人、大丈夫かね。やっぱやめようかな。最初の分岐のところまで、あ、次の分岐で終わりにしようかな。何年ぶり？ 2 年ぶり？ 3 年ぶり？だからもう忘れちゃってるよね。ただずーっとまっすぐ行って、あの友部町の看板が出たら、なんか ここは友部町のなんちゃらかんたらですっていう看板が出たら、右行ってまっすぐ行って左行くと石のお堂と、なんか個人で作った遊び場みたいな、キャンプ場みたいな、バンガローみたいな、そういうのがあるんですけど、そこまで行くとここから40分以上かかるんで行かないです。40分以上は言い過ぎかな。でもなんかそんくらいかかってたんだよな。まあところどころ寄り道してたからか。いやいやいや、あのね、こういうところに桜があるんですよ。この奥。お、なんか風のいい音が聞こえる。この木々が揺れてるね。あ、ウィンターかなんかの廃棄物ですね。ここまで来て捨てるかって感じだね。あれ昔のパソコンっぽいよね。違うのかな。あ、そうだよね。あの台。パソコンのあのモニター部分だよね。昔あんなぶっとかったんだよね。Windows 95とかね。持ってたわ。携帯近づけるとね、画面がブルーってなる。わかる人にはわかる。お、なんか歩きやすい感じ。あ、クモの巣に引っかかったってこと、こっち歩ってないんだな、あの人。こっち来てないのか。お、立派なキノコだね。わかる？これ何のキノコ？なんかホットケーキみたいな。食っちゃダメよ。あ、最初の分岐来ましたね。違うのかな。あ、分岐だね。これだったっけかな。まあちょっと、いやでもこれね、夏は無理だってって言いながらもちょっと進んでるけど、どこまで行けるかは進むよ、そりゃね。あー気持ち悪い。ちょっと行けそう。ちょっと蛇が怖い。そう、ちょっと蛇が怖い。
うわ、あ、虫。あれでも歩けるね。あれ普通に歩けるぞ。あれここ来たことないのかな。いや無理だな。日陰だから草木が生えてないだけか。あ、ここだね。あれこんなのあったっけ、ビニール。うん。え、ジャンバル。え、誰か。え、手袋持ってるよ。え、違うな、帽子か。帽子と穴がっぱ。誰か死んでんじゃねえの、ここ。え、ちょっと待って、これよく見たらズボンもあんじゃん。じゃあね、これシャツか。え、ここで裸になった。でももう、これ地面に埋もれてるし、もう、どんぐりが、ね。でももう、これ地面に埋もれてるし、もう、どんぐりが、地面に埋もれてるし、もう、どんぐりがね、発芽してるんで。うっ、ちょっと待って、うそ、地面に埋もってる。ブラウス系やん。ブラウス系、え、ネグリチェ、ネグリチェ、ネグリチェ。エッチーな。あ、でも、女性っぽいよね、こういう帽子ね。え？でも地面に埋もれてるからさ、もう相当昔でしょ。よかった、霊感なくて。何も聞こえねえ。日本ポンで放置されてる可能性はあるっちゃあるかもしれんけど、その経緯はあんま言いたくないよね。こう。ここだね、ほら。ほら。キャミソール。で、カッパ。ここだ。これね、うん、キャミソールだったのよ。で、そこにカッパが落ちるんだよね。これ。カッパじゃねえの？なんだこれ。いけるかな？前この辺でやめたんだよね。ゾワゾワする。あ、ゾワゾワする。やだ。あ、そう、ほら、これね。見たわ、これ。これ、帽子かなとか、セーターかなとか。あ、こっちか、キャミソール。埋もれてんねん。誰か死んでんじゃねえのって、なんかその時言ってた。あ、カッパこれだね。うん。雨がった。誰か死んでんじゃねえのとか言った記憶がある、ここで。まあ、死んでたら。なんだこれ、カバンか。うわ、でっけえミミズ。でっけえミミズいたよ。ニワトリに食わせたくなるわ。おお、でもここ今あんな。なんでこんな服がいっぱいあんのこれ。あ、もう無理っすね。わかる？これ無理っすね。まあでも一つの分岐まで行ったんで、OK ということにしましょう。はい、戻りまーす。